はい、いつもご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。本日はこちらのバウンドレスボヤージの方から 600ml のチタニウムメスティンの方を購入いたしましたので、そちらの開封をしていきたいと思います。ちょっと読み方が自信ないんですが、中華製のチタニウムをよく取り扱っているアウトドアブランドになります。以前購入して紹介したこちらのハンゴーの方も同じメーカーのものですね。これ非常に使いやすかったんでおすすめです。で、その流れもあってメスティンもチタニウム化したいなっていうので今回購入の方をいたしました。で、実際に開けてみると、こんな感じで専用の袋に入っています。ここだけ、ここの持ち手が緑で、まあ、ここのブランド自体がこの緑を基調としているので同じ色なのかもしれないですけど、ちょっと自分の趣味じゃないんで、こちらのゴムだけちょっと後で変えるかもしれないです。開けると。こちらは特にロゴとかないですね。こんな感じで、ロゴが横に入っています。バリとかもないんで、作りは丁寧ですね。蓋は結構緩めなので、ひっくり返すとスムーズに取れそうです。なので、まあ、ご飯とか炊くときは確実に上にいろいろ置いとかないと、蓋取れちゃうパターンなんで、まあ、その辺は注意が必要ですかね。素材はちゃんとチタニウムなんで、肌触りがかなりいいです。で、一緒に買ったのがこちらのパーツになります。で、こちらも同じくチタン製のものになるので、今までステンレス製のものを使っていたんですが、ちょっと今回新しくチタン製で統一しようかなということで購入しました。で、こちらもバリなどなく、かなり作りは丁寧です。セットすると、まあ、結構ちっちゃめになってるんで、かなり余りますね。で、今まで使っていたのがダイソーのクロメスティンを使っていて、よいしょ、こんな感じでしゃもじとまな板、あと蒸し器、あとこちらの方にポケットストーブと、あとポケットストーブ用のアルコールストーブと、あと風防ですねがセットに入っていて、でポケットストーブ用のごとくですね。で、あとよいしょ、このムラコの昔出てた付録の鉄板ですね。ここまでがセットで入っていました。で、大きさの比較だけで言うと、まあ、変わらないかなっていう感じですかね。高さが若干、こっちの方が高いか、くらいですね。で、じゃどこまで入るのかというと、まず、ムラコの鉄板。問題なく入ります。で、続きまして、ポケットストーブ、問題なく入ります。で、代わりに、こちらのチタン製の蒸し器、まな板。で、しゃもじ。これだけ入れて、
全然問題なくスタッキング可能です。逆に高さがさっきよりもあるので、今までだったらこっちの黒ダイソーの方だとぴったしだったんですけど、まだ若干余りがあるので、ここにライターとかいろいろまたオプションで入れられるのかなと思います。で、今まで使ってたハードケースの方には問題なく収納可能となっているので、高さは出た割にはなんか全然きつくもないですし、なんか入れやすくなった感じですね。ちなみに黒蓋とか入るの？あ、蓋自体は入らないんで、やっぱこっちの方、ダイソーの方が結構ワンサイズちっちゃめに作ってありますね。じゃあ重さを測っていきます。重さはというと、蓋込みで 172.5g なんで約 173g くらいですかね。で、もともとの黒ダイソーの方が 185g なんで、まあ、若干の誤差 15g くらいなんで、まあ、本当大した誤差じゃないんですけど、まあ、若干軽いです。で、別に、重さに関しては、アルミもめちゃめちゃ軽くできてるんで、その辺はあんまり重視してないんですけど、ステンレス製とかに比べるとかなり軽くなんですけど、アルミと比較しちゃうと全然、重さは変わらないんですけど、チタン製は結構長く使って、色の変化が楽しめるっていうところが結構大きな利点だと、個人的に思っています。で、スタッキングした状態の重さはというと、めちゃめちゃ入ってるんで、かなり重たくなってるはずなんですけど、多分500超えるんじゃないかな。あ、797g なんで、もう少し頑張れば1キロ超えそうな重さですね。でも逆に言うと、これだけ入ってれば、まあ生きてくるのに困らないんで、まあ蒸すこともできますし、そもそもの、ここに全部アルコールストーブとかも入ってるんで、アルコールを別で持ってってもらえれば、火もかけられますし、中の鉄板で焼くことも可能なんで、まあ蒸したり焼いたり、あとそもそも ご飯を炊くっていうことは全て意識できるようになってるんで、まあこの装備が個人的には今ハマっているっていうか、自分はこの装備が一番好きですね。